ここのおしゃれな店はというところですが、実はですね、ハイパーダッシュ基地も大変お世話になっておりますイービルワイヤーさんがなんと実店舗を出したということで、今日は、そのヘルストアに、来ております。オーナーのファントムボーイさんです。イエーイ、こんにちは。ついに、まあ、でも、はい、店舗というよりは、うん、事務所を借りて、あのデザインの事務所を借りて、ついでに一部屋というか、まあ、ワンフロア余ったんで店舗にしたみたいな。そういうことなんで、じゃあここで、まあ、お仕事されてて、で、兼、うん、ストア。そう、でもまあまあありますね。なんかね、最初はこんなストアっぽくするつもりなかったんだけど、うん、はい、やってる間に店っぽくなっちゃったえ、これいつ開きました？お盆だね、お盆。お盆にオープン。お盆にオープン。そう、まだ本当オープンさ。じゃあもうまだ1ヶ月経ってない。経ってないぐらいですよね。経ってない。配信の時にはもう1ヶ月ちょうどぐらいかもってことですよね。どうですか、結構お客さんは。あ、でもね、みんなね、やっぱりね、ちょこちょこね、連絡してきて、来てくれる。おー、うん、これ、フラッと来れるんですか？あ、一応ね、連絡だけもらえれば、はい、要は、俺普通の普段仕事をしてるから、デザインとかの、はいはいはい、その、突然来ても準備ができないからなるほど、前もって連絡くれれば、まあ当日とかでもいいんだけど、はい、連絡さえくれれば。あ、なるほど。いない場合もあるから、これ。あ、そういうことですね。そうそうそう、それはそうです、それはそうです。ちょっと店内見てもいいですか？あ、すごい。一応ね、この辺はまだ売り物じゃなくて、はい、後々あの売り物にしてもいいかなと思ってるんだけど、ヴィンテージのジーンズとか。へえ。まだね、古物商取ってないから売れないの。そうなんですね。そう、だからまだ一応展示してある感じ。あ、ヴィンテージのやつ販売するときって古物商がいるんだ。そう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 、取らないとダメだから。あ、そうなんや。一応だからこの辺はまあ売ってもいいよっていうものを置いてあるかな。なるほどなるほど、うん、もしかしたら今後そう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 、ラインナップされるかもということですね。で、あのステッカーもね、いっぱいありますし、お、で、こっちの部屋というか、まあエリアに関すると、まあ、売り物エリアというか、ほー、かっこいいね、余計ありますよ。これめっちゃ着やすかったです。これいいですよ。これめっちゃ着やすい。そうそう、もう早く寒くなれと思ってますよこれめっちゃ、ね、めっちゃいいですよ、これ本当に。あ、なんか T シャツいっぱいある。 T シャツいっぱいある。T シャツいっぱいありますよ。一応ネットでも完売したものとかもここには1枚ずつ、あの各サイズ1枚ずつ置いてあるから。へえ。ネット上にはないけど、まあ連絡電話とかでもくれれば一応対応はできる。へえ、すごい。この辺が限定のやつとかね。え、これね、この色いいな。めっちゃいいな、やっぱな、いいですよそう、なんかね、HDK の T シャツもあるじゃないですか。 あれも最近いろんなところで販売させてもらってるんですよ、うん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 、イベントで、うんうん、めっちゃね、みんなね、ここ触ってあ、いいなとか言ってるそうだよね、そう、あのプリントがちゃんとそのシルクスクリーンっていうさ、うん、ちゃんとしたそのプリントの仕方のやつだから、いわゆるインクジェットとかじゃないから、うん、オンデマンドのやつじゃなくて、ちゃんとこう職人が釣ってるんです。いや、ほんとそうなんですよ。普通は結構生地とかもさ、透けて、色が透けてたりするんですけど、うんうん、それも絶対透けないように指示して、ある、うん、だから透けてない。あとね、マジでね、洗濯してもね、なんかね、よれないです。よれにくいです、うん、本当に。そう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 、いいものというか、まあもちろんなんだけど、うちの、ね、T シャツね、ザラザラしてるじゃん、基本全部。はいはいはい。それわざとで。へさ、結構ツルツルした T シャツをみんな使うんだけど、うん、それはまあプリントがしやすい加工がしてある T シャツを使うからなんだけど、 うちのもなんていうの、やっぱアメリカとかが好きじゃん、うんうん、そのアメリカ文化とかが好きだからこのやっぱさ、ザラついたこの昔からの T シャツのこの感じが好きで、確かに、そのオープンエンドっていうこれ生地なんだけど、はい、それを絶対使うようにしてる。へえ、そういうことなったんや。そうすると今度インクの塗りがすごい悪いんだけど、うん、それをちゃんとうまく乗せてくれるように全部指示して乗せてある。なるほど。だからすりの回数とかも変えてもらってんの、これとこれ、これ2回、これ3回とかで。へえ、すごっ。そうそう、ボディの色とかによって変えてもらって、うん、ああ、そういうことなんや。はあ、こういうのだとクラックプリントっつって、はい、こうあえてひび割れするプリントにしたりとか、はい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 、
まあ、いろいろあるよね、プリント方法に。これもフロッキーっていうのと普通のインクを重ねてプリントしてある。素材が違うんだ、ここと。これ普通のラバーインクで、うんうん、こっちフロッキーっていうこのザラザラの。触ると分かるんですか？そうそうそう。あ、本当だ、違う。そう、別なの。へぇ、まあ、いろいろそうやって試行錯誤してます。いや、こだわりがね、そう。そうそうそう、以前にもあのステッカーの話でだいぶめちゃめちゃこだわってるっていうので、うんうん、だいぶハイパー敷地にも反響ありましたけども、もちろん T シャツアパレルにももちろんこだわってる。そう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 。じゃあすごいですね。あ、そう、その辺も限定のやつ。これ見たことない、うん、え、これお店限定ですか？このね、紫とピンクの、はい、この2色だけ限定で、これはあれだよ、一般に発売したやつ。おお、確かにこの色ないの。そう、へえ、いいでしょ、そのパープルピンク。いや、いいですね。これどっちでも着れそうですもんね。着れる着れるね、うん、男性女性で。そう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 、すごっ。あ、そう、今日クーデキクモ来てくれてる。はい、僕も来ておりますし、ゆうやさんも来てます。ゆうやさん、これゴールド？これね、あのからし色だね。からし色？そう、マスタード。あの超速ギア。そうそうそう、昔の超速ギアの濃い色。濃い色ってことですね。で、僕はこのブルーのやつをね、こっちが通常版で、はい、これが一応限定版。おー、すごい。ネットには上がってない。いや、確かにそうっすね。いや、なんか今日思ったんですよ。なんか、あれと思って、そんな色あったっけ。そう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 、と思って。ネットに上がってないのが、今、ここ1、2、3、4、5、これだけか。おー、すごい。まあ、あとは一応ネットでも売ったけど、完売になったやつとかも置いてあるよって感じ。うんうんうん。カバンもあるしね。そう、カバンもあるし。これは売り物なんですか？これ、売ってたやつ、前売ってて、はい、すぐ完売して。ですよね。そう、2回目も作って、それもすぐ完売して。で、これ今、俺が持ってる私物です。あ、でも、だからそう、もうすぐね、新しいヘルストーバージョン発売開始します。え、スケボーの？そう。マジで？そう、これの、ちょっとだけもうちょい広い8インチってやつなんだけど。ヘルストーの、これは普通にネットで。あ、なるほど。でも、じゃあ数量限定30本で。おー、すごい。これ足は自分でつけてるんですか？あ、そう、これ足は別売りで、うんうん、これあの売ってるのよ、アマゾンとかで。それを、あ、そういうことなんや。そうそう、スケボー用のやつで、これスケボーを一緒にするやつ。へえー、あ、こんなんあるんや。普通に売ってるから、これつければ、なるほどなるほど。そうそうそう、これ別売りで買って。そう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 。へえー、だここ来ると、でもあれですよね、だからネットとかでもサイズ感書いてもらってるじゃないですか、うん、リビューワイヤーさんのやつって。で、うちとかもその店頭で販売するときに、僕これ L ですよとか XL ですよとか言うんですけど、まあそれをイビルや買ったことない人もここ来ると、まあ実際にね、合わせれますから。そう、あの、実際に袖通してもらってもいいし。おお、すごいな。それで一番ね、やっぱこう質感とかもさ、触んないと分かんない。いや、めっちゃ思います、それ。めっちゃ思います。あの、上級者はもう分かってるから、イビルは。そう、こんな感じでいいんだけど、最初はね、分かんない。そうなんですよ、やっぱ全然違いますからね。違うと思うよ、俺も結構頑張って作ってるから、ね。いや、本当に本当に。大体2日開催のイベントとかだと、前日に買ってくれた人が次の日来てくれてる時がリピートみたいなのが多くて、でも来てくれた瞬間に、あの、売り場来て、めっちゃいいっすって。そう、やっぱ来て初めて多分分かりますね、これね。いや、めっちゃいいな。靴下もね、僕も大好きな靴下が山盛りありますね、在庫がね、あんまりもうないんだけど。あ、そうなんですね。そうそうそう、ね、今日も僕この緑ですね、今日はね。はい、これですね、これですね。すごっ。何これ、ミニ四駆あった。一応ミニ四駆番組っぽくミニ四駆があります。そうね、あの、隣タミヤ製じゃないけどね、バットマン。確かに、確かに青島製だけど。あそこにも置いてあるからね、あの、お客さんが作ってくれた。え、どれ？おー、すごい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 。コンデレでね、これ、すごい。すごいよね、それ。これすごいっすね。めっちゃ可愛いっすよ、イビロエアコンデレ。なるほどなるほど、あったあった。マジでいいなと思って、いいな、いいなって言い続け
ってたら、あの送ってくれた優しい、めちゃくちゃ優しい、優しい。で、これもあのそのお友達の人が一緒に送ってくれた、はい、あ、そういうことなんですね。いや、すげえな。さあ、そんなね、ヘルストア、ぜひ皆さん、お越しいただければなと思います。お待ちしております。これファントムさん、ちなみになんですけど、今後なんか新商品みたいなのあるんですか？今ね、ちょうどね、これね、うん、履いてるんですけど、履いてる、あ、これ、うんうん、サンプルなんですけど、はいはい、もうほぼこのままで、このね、ジーンズなんですけど、かっこいい、そう、すごい分厚い生地で、うん、こういうね、セルベッジ付きの生地なんですけど、こうね、ワークっぽいパンツ、うん、パンツじゃない、ポケットにして、これちょっとね、全部ね、糸をね、ネイビーで今回作ったから見づらいと思うんですけど、こうステッチが入ってて、あ、ほんまや、これ中もちゃんとこれここにスレーキが縫い付けてあって、へえ、そう、ここだからいっぱいさ、こう入れて擦れても破れにくいよって、うん、丈夫な、ほぼめっちゃ考えてる。そうそうそう、で、ここに本当はこれ用のタグがここに付くんだけど、まだ付いてないよ。なるほど、なるほど、なるほど、いろいろね、すごい考えてあるなんで。これとあとこれかな、このえ、これそう、ドクロのブレスレット、これシルバーで、まあ、お値段は結構ないやいや、しそうまだね、出てないんだけど、まあ、10万は超えちゃう、うんうん、これで。でも一個一個パーツ売りで売るのよ。で、お客さんが好きな組み合わせで作れるっていう。へえ、だからここのチェーンの部分をいっぱいにして、ドクロを例えば 1,2,3 個とかにしてもいいし、うん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 、っていう風に 作れる、オーダーメイドみたいな、ほー、そうできるやつ、もうすぐ発売、すごいですね。あとはこれちょっとうちのキャップじゃないんだけど、はい、これと全く同じ、あと帽子屋さんに今これ作ってもらってるんだけど、ほう、本当この形で、でデニムと、ツイル、黒のツイル生地の2種類作ってて、でデニムはこういう木端デニムっていう、こういうボコボコしたヴィンテージとかの生地のデニムを使ったやつで、でここはね、今全然違うワッペンついてるんだけど、ここにあのヘルストアの、これもまたすごいこだわったワッペンで、これがまあここにおお、いい、こうつく感じ、まあ、ちょっと色はね、まだ決まってないんだけど、うんうんうん、そう、でこのワッペンもあの普通のワッペンじゃなくて、はい、ヴィンテージを再現するために、うん、ツイル生地を使って、でこの糸も綿糸って言って、綿の糸を使ってて、ほう、無理やり、あの無理無理言ってやってくれっつってやれませんって言うんだけどやってくれっつってやってもらったやつだから、この使っていくとね、普通はね、なんだろう、汚れとかも弾いちゃったりするんだけど、はい、これはちゃんと汚れてくれるっていうか、劣化してくれるのよ。なるほど、だからすごい味が出るように作った、ヴィンテージと同じ作り方で、はあ、そう、だからテロンテロンなのよ。確かに、確かに、ワッペンやのに、そう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 、めっちゃテロンテロンしてる、そう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 、これマジでこだわったワッペン。で、ここにつくタグ、ここにつくタグもめちゃくちゃこだわったタグで、それもレイヨン、フルレイヨンで作っててそれも作ってくれる会社めちゃくちゃ探して、で結局直では頼めなくて、はい、間に入ってもらって作ってもらってる。はあ、そうなんや、すごい、とにかくこだわりまくってる。やばいっすね、やばいっすね。いや、もうぜひね、皆さんめちゃめちゃこだわり抜いてるイービルワイヤー、まだね、手にしたことないよっていう方はね、ぜひね、ヘルストア来ていただくか、ホームページからね、はい、いろいろ、随時、情報更新しますので、ぜひ、今年年内には一着は来た方がいいと思います。ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。ということで、今日のハイパー出し基地は、新しくできましたイービルワイヤーのオフィシャルショップヘルストアよりお届けしました。ありがとうございました。